うございます。後ろのぐちゃぐちゃ気にしないでください。いつもの感じです。さあ今日は、ちょっと次男が調子悪いみたいで、ガチの10分メイクってか5分メイク時間ねえよみたいな感じでやっていきたいと思います。きっと話しながらするんで多分5分じゃ済まない、10分じゃ済まないよ。ビロイースターショーで買ったエルモ次男からもらいました。もらったっていうか借りてます、一応借りてます。さあやっていきましょう。セラムが出ない、お試し用のセラムがなくなっちゃったよ。最近何も言わなかったのは、何もしなかったのは、イースターホリデーが始まって、もうホリデー始めると長男家にいるんでめっちゃ時間なくって、ちょっとビデオが滞ったんですけど、学校が再開したらみんなコロナになりました。はい。でしかもその直前に長男の誕生日 でついこの前次男の誕生日で、もうコロナ、その間にコロナが挟まってる感じで、もうなんかはぁみたいな。しかもその間にまた母の日もやってましたね。母の日もあったんで、もう5月は超忙しいみたいな。はい、こんな感じで、まあ、それがちょっとね、咳が残ってますけど、早い話それです。もうあの音沙汰ないのはそれです。超急ぎに行くっすよ。はい。なので、これは何使ってますとかそんなやりません、ごめんなさい。そんなやってる時間ないっすやってる時間ないっすよ。とりあえず日焼け止め、たまにもうすっぴんでいる時ぽっかり忘れちゃって、あ、日焼け止めつけてないって言って、何これ、何これ、いつからあった、謎だ。その時は結構あるので、ちゃんと日焼け止めはつけましょうね。オーストラリアの紫外線は濃い。はい。って言って、こんなんでもうめっちゃ時間取られてるんですけど、みたいな感じで、これね、眉毛の間に入ってしまった、この余計な油分というか、この日焼け止めを、ちょっと取ります。リップクリーム、こちら。半にごちゅってやっちゃったんだけど、きついね。きついよ。そういう時は、急がば回れんだよ。自分って言ってちょっと落ち着かせてます。気持ちを、絶対ちょっと時間経ってないけどちょっと急ぐかな。ちょっとティッシュオフして、パッ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 、特にねこの辺の崩れやすいところ、日中テカってくるところをメインにティッシュオフします。ガー塗ってきます。これはすっごい薄いタイプの、あのマックのフェイスボディなんで、そんなに一生懸命綺麗に塗り広げなくても、あのあまり境目が分かりにくいタイプのやつです。でも重ねたりしっかりこう肌になじませると、なんだろう、すごい自然なのにやっぱりカバ、一応カバー力あります。あのすっごいカバー力があるねっていう、そういうファンデじゃないんですけど、あのあ一応なんかいろいろ薄くなってんなみたいな、シミとか赤みとかがちょっと落ち着いたような感じに見えるファンデーションでございます。全部消さなくてもいいけど、ちょっとこう色のムラとかを整えたいという時、そしてあの重いのが苦手、あのファンデつけてる感が苦手の方にはめちゃめちゃおすすめのファンデでございます。どれにしようかな、悩んでる時間がないんだよみたいな。ちょっとまともな感じに仕上げていきます。あ、やばいんだけど、もう時間ないんだけど、もう7時になるんだけど、おいおいおい、ガーやってガーって終了。本当はねこうやってガーってやっちゃって、急いでやっちゃうと落ちというか崩れがねしやすくなっちゃうんで、おすすめではないんですが、でもね、パパッとやりたい、パパッとやりたい、あるある。あ、粉出しすぎた、絶対粉出しすぎた。これで一旦落ち着いてもらいます。パッと明
るさが欲しいんで。影が欲しいね。ちょこっといい、ね、コントが欲しいんで。やっぱ粉ってガッて適当にやってもなんとなくそれっぽくなるんで、アイブロウは、うん、粉が早い気がします。ただきちんと書き足したいときはやっぱりペンシルの方が私は好きです。眉毛なんとなくなってりゃいいや。マスカラだよ。もうねこれやらない。チークでかかってちょっとこう上に、それでいい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 んだよ。まぶたについてるよね。それはいい、後で撮る。これをやってちょっと乾いてこう落ち着いてる。あ、いい段にちょこっとだけいいっすかっつって目の下のところ。なんとなくこう気持ち影が入るぐらいでこんな感じです。アイシャドウパレットにくっついてる。キラキラで。リップはいつも適当にあるこういう感じなヌードリップでやっとけば間違いない、間違いない。はい、これでさあきっと次男が起きてくるのでちょっと起こして、起こしてっていうか美味しいものを食わせて元気になれよって行こうと思います。ありがとうございました。とりあえずこんな感じでサクッとアップデート、サクッとメイクしていくよみたいな感じです。ありがとうございました、ご視聴いただきありがとうございました。なんかすいません超急いでてごめんなさい。まあそういうわけでいろいろありちょっと留守にしておりましたが、いろいろちょくちょく時間見て再開しようかなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。それでは、皆様の一日が良い一日となりますように。 See you next time. Bye.